キュメンタリー。こんにちは、みほです。今日の朝ごはんは久しぶりにフレンチトーストを作りました。少し前まで毎朝フレンチトーストを作って食べていた時期があったんですけれども、最近の朝食は納豆ご飯が多かったんですよね。久しぶりにまた作ってみましたが、簡単に作れますし、とっても美味しかったです。でも朝ごはんというよりもちょっとおやつみたいになっちゃいますね。お昼過ぎに出かけました。今日は雨ですね。雨ということは花粉が飛んでいないということで、外をうろうろしています。ちょっと用事があって表参道に来ています。今日はお気に入りの傘で出かけています。本降りの雨の時はいつもこの赤い傘です。こちらの傘はお友達にいただきました。病気して入院した時に元気になってからもらいました。嬉しかったです。大事にしてます。公園がある。まあ雨だから誰もいないわな。帰りにラーメンを食べるか迷ったんですけれども、ちょっと雨も強くなってきましたし、まっすぐ家に帰りました。夕方の4時くらいにお昼ご飯とも晩ご飯とも言えないような時間にパスタを作って食べました。今日の夜はずっとサボっていた動画の勉強をしようと思います。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。